アフラトキシン B1、アフラトキシン B、アフラトキシン B は、ヤマドの新菌類によって産生される、毒素アフラトキシンの一種であり、アフラトキシンの中で最も毒性の高い物質である。非常に強力な発言性があり、実験動物の半数に発言が認められる TD は、ラットにおいて 0.0032mg、kg、D である。ただしその発言性の強さは、 動物種によって違いがあり、ラットやサルなどは他の種よりも感受性がかなり高いとされている。人の肝細胞がんの発生に関与し、動物においては変異原性、再帰性、免疫毒性などが認められる。アフラトキシン B1 は、落花生、トウモロコシなどの様々な食品、穀物、動物飼料などの汚染物質になり得、その汚染の検出や分析には、 白層クロマトグラフィー、TLC、高速液体クロマトグラフィー、HPLC、質量分析、MS、エライザなどが用いられる。アフラトキシン B1 の許容レベルは国連食糧農業機関、FAO によって定められており、その濃度は2003年において、食品中で 120G、キログラム、食用牛脂量中で 550G、キログラムである。 アフラトキシン B の曝露源は、人においては汚染された食品が主である。アフラトキシン B の酸性は高温で多湿な環境で促進されるため、東南アジア、南米、サハライナンのアフリカなどで保存された食品が汚染され、安い。なお、職業的な曝露は、養豚業及び養鶏業において報告されている。アフラトキシン B は、人においては、 傾向からの摂取が主であるが、皮膚も透過しうる。そして、それが重大な健康上のリスクにつながる可能性がある。アフラトキシン B の毒性に対して、最も感受性が高い臓器は肝臓であり、動物実験における病変には、肝臓重量の低下、肝細胞の苦抱化、肝細胞癌などがある。また肝細胞の肥大、脂肪期も、エシ、出血、感染異症。 結節の再生、単管の増殖や、家形成なども認められる。アスペルギルスフラブスは、世界中に分布する、トライヒャカマッチの新菌である。このカビは、土壌中に生育し、死んだ植物や動物性物質で生活するが、浮遊分生死によって、空気を通じて広がる。この真菌は、長い分岐した菌糸に成長し、トウモロコシや落花生を含む膨大な数の、 食料を現状で生存できる。菌と、その生産物は人を含む数多くの種に対して、病原性を持つ。その生産物はフラトキシン類の毒性は、本校の初めから、終わりまで言及されているが、アスペルギルスフラブス自身もアスペルギルス症によって、病原性を発揮する。この感染は、免疫力が低下した患者の肺で主に起こるが、皮膚や、 その他の機関においても感染は起こり得る。多くのカビと異なり、アスペルギルスフラブスは暑い、乾燥した条件を好む。で最適成長を示すことが人での病原性に寄与している。アフラトキシン B は特化した脂肪酸合成酵素 FAS とポリケチド合成酵素 PKS に由来する。これらは共にノルソロリン酸合成酵素として知られる。 生合成は FAS によるヘキサン酸の合成に始まり、これは次に反復型 I 型 PKC のためのスターターユニットとなる。PKS は7つのマロニル COA、身長ユニットをヘキサン酸 F 化し、C20 ポリケチド化合物を作る。PKC はこのポリケチドを、ある特定の方法で緩化し、アントラキノンのノルソルリン酸を形成する。レバクターゼが次に、 ノルソルリン酸即鎖状のケトンの還元を触媒し、アベランチン、アベリントンを得る。アベランチンは二つの異なる酵素、ヒドルキシラーゼとアルコールデヒドロゲナゼによって、アベルフィン、アベルーフィンへと変換される。これは、アベランチンの即鎖の酸化と還元を触媒し、アベルフィンのケタールを形成する。この時点以降、アフラトキシン B の生合成経路はかなり複雑になり、 いくつかの大きな骨格変化が起きる。ほとんどの生合成酵素は特徴付けされておらず、いくつかの未知の中間体が存在する可能性がある。しかしながら、わかっているのは、アベルフィンガ P450 酵素、ベフによって、バヤービリガー酸化の形式で参加されることでや。これにより、エーテル間が開き、転移により、サクサンベルシコナール、バーシコナルアサターットが形成される。 次に、エステラーゼエストがこの酢酸エステルの加水分解を触媒し、ベルシコナールに一級アルコールが形成される。ベルシコロリン A、バーシコロリン A 中のアセタールは、ベルシコナール即差の間隔から形成され、これはまず、バーブシンターゼによって触媒され、次にバーブ、デサチュラーゼが、ベルシコロリン B を還元して、ジヒドロビスフランが形成される。 ベルシコロリン A のデメチルステリグマとシチンへの変換を触媒する酵素は2つ以上存在する。オキシダーゼのアフルンとレダクターゼのアフルムである。これらの酵素は分子上酸素と2つのラットフを使ってアントラキノン骨格の水酸元の1つを脱水し、分子上酸素を使ってキニン骨格を開く。快感段階においてアルデヒドが形成されると酸化され、 カルボン酸となり、続いて脱炭酸が起こり、閉管して、デメチルステリグマトシスチンで見られるロックイン、カンエーテル関係が形成される。次の二段階は二つの異なる、メチル規定移酵素、オムティビー及びアマタによるデメチルステリグマトシスチンの、キサントン V 上の二つのヒドロキシ元の S、アデノシルメチオニン、サムニオメチル化である。これによって、オーメチルステリグマトシスチンが得られる。 最終段階において、オーメチルステリグマトシスチン中の方向間の酸化解劣と一炭素の結出が起こる。これは酸化還元酵素横断ーーによって触媒される。次に、最後の再還化が起こりアフラトキシン B が形成される。アフラトキシン B は強力な遺伝毒性肝ん、誘発物質であり、その曝露は特に B 型肝炎ウイルスの同時感染した時に肝細胞がん種、 肝腫瘍の発生と強く関係している。これらの作用は、癌抑制遺伝子 P53 の249番目のコドンのグアニン残ンの変異並びに、元原遺伝子ラスの12及び13番目のコドンの複数のグアニン残ンの変異を主に介している、よう見える。アフラトキシン B はまずシトクロム P450 によって、反応性の高い旧電子分子種である、アフラトキシン B マイナス8、 Q エクソエポキシドへと代謝されるはずである。この活性体は次に DNA 塩基残器間にインターカレートし、グアニン残器との負荷体、主にアフラトキシン BN7 グアを形成する。これらの負荷体は次に DNA 主刷から取り除かれが形成される。これらの負荷体と変化は DNA に傷をつけ、DNA 複製に際して反対さに不適合塩基の挿入が引き起こされる。 高いアフラトキシン暴露を受けた地域の最大44%の肝細胞がん種がこの毒素で見られる特徴的な変異である P53 の249番目のコドンでの GCTAN 期転換を有していた。アフラトキシンの暴露された個人の肝細胞がん種の有病率は B 型肝炎ウイルスの同時感染により増加する。ある研究は 尿中のアフラトキシンバイオマーカーを持つ個人は、正常な集団より肝細胞がん種に罹患するリスクが3倍、大きいと見積もっている。B 型肝炎ウイルスに感染しているものは4倍の、リスク、バイオマーカーとウイルスの両方を持っているものは60倍の、リスクを見積もらた。複数のアフラトキシン B の特性研究が様々な動物種について行われている。 アフラトキシン B 曝露は、田畑や収穫後の取り扱い、貯蔵における作物の汚染防止を目指した指標や、畜産現場において使われる汚染された作物、または材料の検出及び除染を目指した印によって、最もよく管理される。例えば、単一の微生物種フラボバクティリアムオーオンタイアカムが使われる、生物学的除染が、落花生及びトウモロコシからアフラトキシン B を、 除去するため使われている。アフラトキシン B の発見は1960年の夏にイングランドで起きた広範囲の七面鳥の死の後のことであった。この未知の病気は当時ディジーズ X と命名された。500回の大流行の間、この病気は健康と見られる10万頭を超える七面鳥に及んだと主張されている。広範囲の死は後に、 落下生活のアスペルギルスフラブス汚染が原因であることを明らかにされた。1981年のケニアのマシャコス地区の複数の病院で汚染されたトウモロコシを摂取した後に20人の患者が急性アフラトキシン中毒で死亡した。すべての患者は肝炎も患っていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。